しのぶさん、しのぶさん。おっと、この声は日劇を満杯にした人気のすごさに時の総理大臣がクリキッドを持って学園に訪ねてきたとか来ないとか、面倒役の神谷明さん、僕のために。そしていつもエレガントなファッションセンスと温泉卵のような白い肌が印象的な忍役の島津紗栄子ちゃん。皆さん、今日はようこそ、三宅忍役の島津紗栄子です。でも面堂さん、はい、10年間ってあっという間でしたよね。そうですね。思い起こせば一番最初の頃のセリフはこういうのがありました。はい、お嬢さん、肩に埃が。僕はこの埃になりたい。こういうのがありましたね。まあ、そういうセリフにコロッと参ってしまったのが三宅忍だったのかもしれませんね。でも忍ちゃん、はい、随分あなたも男を取り替えましたよね。いや、別に私が取り替えたくって取り替えたんじゃなくて。そうですか。一番最初が諸星あたるでしょ。で、面堂さんにその埃でコロッと参ります。そうその後、うん、ついさっき、さ、あの、ついこの間、はい、稲葉さんと固い約束を交わしたかどうかは。男は金だ。まあ、それも一理あるかと私も思うんですが、うん、やっぱり愛ではないかしら。純愛路線は忍によく似合う。これからも僕は温かく君たちを見守っていこう。あー、暗いよ、怖いよ。ちょっと面倒さん、一人で行かないでよ。珍しいでしょ、こんなに二人が並んでるのって。珍しいでしょ、こんなに衣装が両極端。性格も実は両極端かもしれません。どうかな。でも今日は一番乗りだし、私が二番乗りぐらい。あ、ごめんね、一番は私よ。一番乗りが、そう、一番乗りがランチなんですよね。いらっしゃいました。私はいつもこういうステージの時に、あの、しのぶちゃんのお衣装を見るのがとっても楽しみで、お姫様みたいでしょ。今日はあの浴衣の姫とドレスの姫がもうあのダブルで新鮮ですよね。本当にいつも10年経っても変わらないですね。ふみさんが、あ、皆さんでした。浸透してしまった。皆さん10年経っても変わらない。これは惚れ薬のせいだっちゃ。ダーリンはあのバズーカ娘以外目に入らなくなってしまったんだっちゃ。まさかアタル君に限ってな。はい、ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。そして今回の10周年イベントのために制作されました「いつだってマイダーリン」、その出来たてほやほやのフィルムを使ってアフレコを再現してみましょう。いつもとちょっと勝手が違いますからね。さてさて、どうなりますか。正真正銘本物のキャストによるめったに見れないアフレコシーン、早速行ってみましょうか。それではまず256カットからです。フィルムスタート。何すんねん。おい、その後ラムさんから何か連絡はないのか。ふん、わい知らん。ねえねえ店長、その後ラムから何か連絡はないの。あんな、ラムちゃんアタルのアホの行方がまだわからんで、あちこち調べて回ってるんやって。へえ、知っとるんじゃないか。やる気じゃん。トゥニョン、トゥニョン。はい、どうもありがとうございました。いやいや、さすがですね。杉山さん、すごいパワーですけれども、うるせえのアフレコスタジオって、どんな雰囲気だったんですか。うるせえのスタジオは、はい、みんな和やかで、はい、わいにはおいしいもんもたくさんくれるし、みんなわいのことはいじめへんし、まあいじめても火吹いとるから、まあ仲良いやっとるで。メガネだけやな。メガネだけは3本ぐらい血管切れとるけど。あ、では次のシーンに行ってみましょうか。それでは570カットからです。ではフィルムスタート。ああ派手にやったもんだぜ。ワープに失敗したのはラムのせいよ。宇宙船の修理代ちゃんと払ってもらわなくっちゃ。けっ、それにしてもタカが惚れ薬ぐらいであの大騒ぎだもんな。惚れ薬？
ああ、何でも究極の惚れ薬でよ、そいつを一口飲んだやつは一瞬にしてその時目の前にいた相手に惚れちまうんだってさ。究極の惚れ薬やで。それを手に入れてラムちゃんに飲ませれば、メニューさんに飲ませれば、メニューさんに飲ませれば、もう一回もう一回、おんどりゃまたかい、おらおらおら。なんかありがとうございました。いやーなんか、ね、いやーしかしね、カペちゃん女性との役は難しそうだったね。はい、とっても難しいです。一人で何役もやるのって難しい。そうなんで、急に子供になってどうするんですか。そのところでけれどもね、いやでも本当に一人で何役もやるのってすごい難しいんですけれどもね、神谷さん、神谷さんなんかは、はいはい、いつもこういろんな役演じ分けてらっしゃいますけれども、面倒の場合はどういうところを意識して声を作ってらっしゃったんですか。素直にその役の中に入り込むと、ああいうふうにコロコロと変わっていけるというか、やっぱり作品といいますかスタッフの皆さんの力じゃないでしょうかね。それを背中に感じて、パッと見た瞬間にコロンと変わるんですね。はい、ではもうワンシーンね、行ってみましょうか。よろしいでしょうか。800にカットからです。それでいきますよ。フィルムスタート。おおおー、ルカチマー。なんで これは惚れ薬のせいだっちゃ。ダーリンはバズーカ娘以外目に入らなくなってしまったんだっちゃ。はい、ここまでです。